久しぶりにこういう動画を出そうかと。で、まあ、最近あのね、なんだろう、ハマってるのがサンスコのフラトラにめちゃくちゃハマってる。めっちゃ強いんよこれ。やっぱ一発が重たいからさ、19で胴体がで、ヘッドが入ったらまあ33だけど、まあ実際は20とかかな。実際だとこいつがそういう風に多分つけてないから。そう、まずヘビー武器ってちょっとやっぱり一発が重たいっていうのがあるから、当てれれば、しかも動きも減速も結構してくれるし、本当にこのスピードで倒せるからね、全部当たって距離が遠くても3スコスこのスピードで落とせるから、いやめちゃくちゃ強いで、リコイルまたまたあーごめん、でも今ぐらいガバテても実際実戦だったら、もう初動というか中盤戦だったら青アーマーだったら普通平気持っていけるから、あんぐらいガバテても。あれ、まあでもそう、本当に実際まあこんな俺別にすごいリコイルがうまいとかじゃないからね、それでもこんぐらい火力が出るから、おすすめかな、マジでおすすめ。やっぱ多少なんだろう、スコープ設定とかは必要かもね。リコイルが追っつかないから遅かったりすると、エイムが70-35で、俺は左右が70の上下35で、スコープ設定の3スコとか4スコが5にしてるから、まあ、これぐらいで、まあ、これが一番リコイルしやすいね、マジで。フラトラはね、めっちゃ強いでしょ、全然当たってなくてもやばいでしょ、この距離こんなに、はい、すぐリコイル実践だったらね。まあ、頭出してこんなん打ち始めたらめちゃくちゃ強いから今の左右とかでもいいし、いや強いでしょ、まあ明らかに、まあ、屈伸レベルとかしながらでも全然当てれるから、それは強い。マジで強い、本当に強いで、継戦能力も高いから、まあ、こういう腰打ち戦とかでも普通にこれ今倒して14発まだだから、この残り弾数とかで敵の仲間のカバーもやりきれるからね、普通に。そう、仲間のカバーもいけるし、いや本当に強いんだよな。コツとかは別にないけど、ほんとただひたすら、まあ、上下にこう押さえる動きとこの横の動きかな、これをそうこういう感じかな。ある程度これやってたら、あのフラットラって普通に打ったら結構こいつがだいぶ癖あるけど、めちゃくちゃ軽減されるから、この縦方向に動きとしてはこうだよね、こういう動きしてるいつも、まあ、どんどん下下がっていっちゃうけど、でこれがこの動きに合わせてこういう風に動かしてて、でこれが武器の反動でこういう風に上がっていくから、まあ、ある程度抑えれるんだよな。人によってリコイルは、まあ、完璧だから、ね、止まって打つとき結構しんどいな俺多分。リコイル覚えてないから、あんま止まって打つこと実践でないからあれだけど、そうだね、ちょっとリコイル覚えてないから、このぐらい距離になると結構きついわな。いや多分正直これね、全然カービンの3スコールね強いんよな。カービンもまあ強いんだけど、ちょっとね、俺はもうレートが高すぎて、フラトラで慣れちゃうと。あとね、バレルがないときとかのね、そのなんだろう、
バレるナイフにやっぱこんぐらいの距離やったら、うわやべ、フラットライン慣れすぎててやばいな、スピード速い、こんぐらいの距離だったら別にいいんだけど、あっちの距離とかね倒すってのは結構飛ぶんだよな、バレルがないと途中でいきなり。やっぱミスった時にレートが速いのと、レートが速いからね、なんか途中で、まあ、ダメージもらいたいものだから全部当てたとしても13発、その後13発でカバー行くってなって、まあ一応ここまでは来れるけど、俺はフラットラインの方がやっぱ当たる気はするかな、当たるとかなんかやっぱ効率がある、この距離だったらいいけど、まあでもこれでもまあやっぱちょっとずれてるよな、止まってるから別に今当てれるけど、動いてる敵に対しては結構当てづらいんよな。もう18発残ってるからね、18発でだって342もあるから、まあ、青アーマー2人分ぐらい持っていけるか、白アーマーか、白アーマー敵2人分ぐらい持っていけるからね、そうなんですよ、まあ、カービィ派かフラトラ派かはだいぶ分かれると思うけど、これも完全にちょっと前までね完全にカービィ派だったけど、今はもうフラトライン派です。なんかもう確かに正面でこう接敵した時とかに打ち合わせられると、ちょっとレレレが必須、屈伸レレとかが必要だったりして、このまままっすぐこう多分相手からしたら、このままこうまっすぐ打ってたら相手からしたらめっちゃ当てやすいから、こういう動きとかしなきゃいけなくなってきちゃうけど、逆にクロス組めてるよーとかだったら、もう一方的にフリーで打てますとかだったら、これは強いんだよ。あと腰打ち精度もシンプルに、カービンとかも腰打ち精度は悪くはないんだけど、外しちゃうと止まってるから別に、こっちは継戦能力が高いよね、ガバっても、まあ、ハンターはガバない方がいいんだけどね、そうね、まあ、いやもう強すぎやろマジで、ほぼリコイルねえからな、カービィよりリコイルないと思ってたフラットライン、今はマジで強いね。でもちなみに俺の精度って言ってもそんな高くなくて、こんなもんだからね、なんなら今のいい方がいい、うん、こんなもんだからな、別にバカみたいに回ってるわけで、いやほんと普通にもうこんなんよ、こんなんだけど、そう、こんぐらいのエイムでもこの距離だったら普通に入る、めちゃくちゃ強いでしょ、あのぐらいのリコイルで普通にこんぐらいやるから、まあ中距離何持とうかなみたいなの悩んでたら、1回フラットラインに使ってチャンスコンボ24とかだとまたちょっと変わるんだけど、あんま使わんけど、多少やっぱ違うな感覚は、ハンドがきつくなるね、倍率上がってたら、まあそれでも強いけどな、俺は完全にフラットラインはマジで3スコアだな、なきゃつけるけど、
まあ、本当にただただおすすめの動画だから別にコツはもう本当あるとしたらこれぐらいだね。この動きとこの動きを合わせる。だからまあ両スティック内側左に動いてるやこうだね、こうしてで逆に切り返すときにこっちで、まあ、真横にやったらこんな感じだね。これを武器のリコイルで上に上がっていくから押さえながらこういう感じでどんどん下に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 っていうのを打ちながらやればこんぐらいまとまるかな。ほんとに強い、マジで、マジで強くないこれ、やばい。はい、まあ、ただそれを言って動画で、まあ、実践的なのは一旦動画でちょっと作るかなって感じなんで、この後に乗っかる、まあ、この後に乗っかると思う。そちら見てくれればと思います。ではでは、一人やり一人やり、これ頭の手術よ、頭の手術よ。オッケー。一人もクソローだね。ナイス。いけいい。俺巻くよ、巻く。いけいい、ナイス。いいよ。一人やったよ。あ、これワンチャンスの上かもしれん。左側もおる、左側もおる。全然下下がってもいいよ、全然。上やった。どこや、この上や。キモすぎやろ。やっぱやったな。上のコースティックやった。やった。やばい、落ちたわ。ごめん。バルキリー逃げる。行け。あ、ないでもこれ、ベースパックになるな、多分。みんな、よくやった。あれやな、もう手前の10分の方行きたい。ここまで行く。ほら、ほんまや。置いた。ここまで取ろうか。よし、取ろうぜ。オッケー、了解。一旦こっち行くよ、俺。こっち？あそこ10分とか。めちゃめちゃ。やば。一人やった。レースやった。